我が目を疑ったわ。我が目を。なんとガチャで、盗聴器っていうのがあって、他にもたくさんラインナップある中の、多分大当たりかな。大当たりが盗聴器だから、盗聴器ってやつ絶対欲しいじゃん。まずね、まあ、一発目に出たの何か忘れちゃったけど、まあ、これ、コンパスですよ。壊れてないかな、これ。合ってるかな。北どっちだ？北どっちだ？まずコンパスが出てさ、まあ、あれだよ。一回さ、100円のガチャだからすげえしょうもない。当時昔あったじゃん。煙でタバコのおもちゃとかさ、そういう系のやつ、俺の子供の頃、幼稚園ぐらいの時から、一回100円であったんだけど、めっちゃ懐かしくて、そういうガチャなのよ、これ、トレジャーハンターっていう。ラインナップはここに書いてないんだけど、パッケージに書いて、パッケージ写真撮ったからちょっとここに載せようかな。で、これ、盗聴器って書いてあるでしょ。盗聴器。これ欲しかったんだよね。まあ、しょうもないおもちゃだろうけどさ、ワクワクするじゃん。持ってるだけで、ね。持ってるだけでワクワクする。これはいいネタになると思ってさ、頑張ったんだよね。空になるまで。バカリス仕事開けまして。いや、マジ子供の頃思い出すわ。こういう、なんかいろんなの混ざってるのあったよね。なんか、火のつかない、ライトがつくライターみたいな、熱くないライターとかさ、そういう系のやつあったじゃん。あ、それこそ煙が出る。で、妖怪の、あれとかもガチャで何だったっけ？たくさんラインナップあるやつで。で、これなんだこれ？これなんだ？歓迎通報だ。歓迎通報あるんだけど。しかもなんか柔らかい素材の歓迎通報？ なんじゃこりゃ。まあ、確かに、パッケージになんかコインとか書いてあったような気がする。こんなん出てたの知らんかったわ。これ何回見て出たんだこれ。おお、歓迎通報すげえ。しかも柔らかい歓迎通報。面白い。これちょっと当たりじゃない？これちょっと当たりな気がする。歓迎通報ね。歓迎で3個目。あとね、なんか骸骨みたいなのも、プリプリ骸骨だっけな。それもちょっと狙いだったんだよね。で、これ、これもう1個ぐらい出た気がする。これ何なのこれ。ルーレット？だから新10円。ね。新10円が。これ新10円だよね。新10円。あ、しかもなんかバッジになるのかこれ。これを帽子とかにつければいいんかな。新10円金貨。歓迎通報と新10円金貨って、なんか、コインがマジで荒ぶっているね。なんか、新10円金貨もこういうので欲しかったな。これいいな。これ、いや、これは当たりだ。今のところ一番聞いたのこれかな。やはりな、出たと、なんか同じの似たような出てたんだよね。2つ出とった、やっぱ。もっとあるかな？もうないかな？ 3 つは出てないと思うけど、このバッジ。新10円金貨のバッジ。ちょっとね、これがね、一番よくわかんないかもしれない。なにこれ？なんだこれは？メイドインチャイナって書いてる。ゴーストライダーみたいな。オフスプリングのさ、ベストアルバムにこういうマークついてたよね。オフスプのさ、ベストアルバム、高校生ぐらいの時かな、買ったの。それにこう、ついてたような気がするな。これ何なんだろうこれ。ただつければいいの、スラップ。そっかそっか、もう一個出てたわ、コンパス E が。コンパス2つ出てる。 嘘でしょ。コンパスがね、2つ出てるし、これどっちか壊れてねえ、これ。同じ方向向かねえんだけど。 壊れてるじゃねえかよ、これ。コンパスが2つ出てた、コンパス。そして、これが、ま、金貨か。これも金、あ、金貨だね。金貨、しかもチェーンついてる、ボールチェーンついてる。金貨だ。あ、これかっこいいかも。ちょっとね。何金貨だ、これ。なんだこれ。見えにくいな。家計通報か。家計通報。家計通報、だから中国の、中国の金貨か。これかっこいいね、なんかね。ピッカピカだよ、これ。ピッカピカ。家計通報。すげえ。歓迎通報からの家計通報。でもこっちの感じで欲しかったっていうのもあるけど、金だからね、これね。これちょっと当たりかも、これ。でもってね、これで最後なんですよ。で、最後、盗聴器が出たかどうか。だ、俺よー、出なかったんだよな、くそー、すまん。盗聴器出せ、これからになって。盗聴器、これなんだ、これ。でも最後に出たのこれじゃなかった気がするよ。何出たっけな。ちょっと順番覚えてないからバラバラにあげたけど、これで一応最後なんだよね。いや、くそ、またなんか小判みたいの。これなんだこれ。
すげえ、でもこういうやつ、あ、鉄砲通報書いてるわ、鉄砲通報だ。すげえ、鉄砲通報も来て、関連通報も来て、で中国のあの金貨も来てるもんね、これ金貨すごいね、なんかお金がメインで出たな。おお、これ今回の一番の当たりかもね、関連通報と鉄砲通報。残念ながら狙いのな出なかったけど、土壌際でもいろんなものたくさんゲットできて、よくこうコンパスがもうなんか使えねえかな、壊れたコンパスね、改造とかで、ね、使えたらいいし、子供の頃思い出しちゃうけど、昔あったもんね、よくね、いろんなものがごちゃ混ぜになってるガチャってね、ほんとなんかパッケージとかも子供の頃のガチャみたいですげえ楽しかったわ。いやーよかった、みんなもぜひ見つけたらゲットしてみて。盗聴器俺出せなかったけど、いや欲しかったなー。別に盗聴しないんだけどさ、ガチャの盗聴器ってこういうやつのさ、まあ、しょうもないおもちゃだと思うんだ。めっちゃ欲しいじゃん、なんか盗聴器、ガチャのおもちゃの盗聴器コレクションしたかったんだけどなー。ガチャガチャコレクションとしてゲットの時、いや悔しいなー、誰か出したんだろうな、俺の前に。俺ここで絡んだったから、この前に入ってたってことだもんね。くそー。もしまたワンチャン補充されてたら、やってくるわ。盗聴器見たいもんね、みんなでね。どんなやつかね。で、次回こそ盗聴器でね、またお会いしましょう。ただこれ、関営通報とかマジ嬉しいよ、これ。これ、プリプリのね。関営通報。よー、これはちょっと当たり、店舗通報も出たしね。あの、中国の家計通報も出てるし。なんか、いいね。コインが新10円金貨もあったし、なんかコイン系が現れてるな、このガチャ。